やあ、どっから乗り物が近づいてくるのを見て、まさかあんたたちがレールとステーションを全部直したのかと思ったよ。レールにステーション、それに車両が揃ったわけだし、これで俺がデザインした激流ツイスターも再起動できるはずだね。たく、自分の体の状態もわからないのか。家で安静にしてろって言ったはずだろ。今回はまあ状況が状況だしさ。状況が状況とはいえ、やる前にもっと考えろって言ってんだ。僕も同意見だ。どんな問題があっても僕とフェルディナンドにかかればなんてことない。僕とフェルディナンドってよく言うよ。あんたら二人が喧嘩しないってだけで俺は奇跡だと思ってるのに。おい、俺らが喧嘩したってそれはあくまで俺らの問題だろうが、余計な真似して面倒を増やすなって言ってんだ。俺が面倒だなんて。フェルディナンドお兄ちゃん。あ、まあ、お兄ちゃんたちは喧嘩してるわけじゃないぞ。これはその客観的に事実を述べてるっていうか。でもフェルディナンドお兄ちゃんとジェローニお兄ちゃんはハットお兄ちゃんのことを心配してるんでしょ。どうしてちゃんと話さないの。ガイアお兄ちゃんもね、クレイを心配することがあるんだよ。でもガイアお兄ちゃんはクレイのことを責めたりしないの。そうだな、俺たちの関係はお前たちよりずっといいぞ。状況が少し違うんだ。どこが違うの。前にも似たようなことがあったんだ。厳しく言わないとハットのやつは注意しちゃくれない。そうなったら危険な目に遭うのは時間の問題だ。兄弟として俺たちはあいつを助けてやらないと。でもお兄ちゃんたち本当に助けてるのかな。クレイはお兄ちゃんたちみたいにたくさんのことを知ってるわけじゃないよ。でもね、ママが言ってたの。人を助けるっていうのは、助ける側が自分で嬉しくなるんじゃなくて、助けられる側が嬉しくなるってことだよ。ハトお兄ちゃんはどう見ても嬉しくなさそうだもん。どうしてハトお兄ちゃんの欲しいものを聞いてあげないの。クレイさんの言う通りだと思います。お三方ははっきりと自分の本当の気持ちを伝えた方がよろしいかと。大切な人を相手にする場合はなおさらですよ。その俺らはずっとお前のことを心配してたんだ、ハット。砂嵐の時はお前がいきなり気を失ったもんで、俺とジェローニは言い争いを始めちまった。それで結局三人一緒にこの心境に落ちちまったんだ。あの時みたいなことがまた起こるんじゃないかって心配だった。次にお前が気を失った時にもし誰もそばにいてやれなかったらって思うだけで。分かってたさ。でも心境の環境は砂漠のと違うだろ。ここは安全だ。もし俺がトラブルを真っ先に解決できたら、あんたらも喧嘩せずに済むんじゃないかって思ったんだ。俺が断るごとに休まないといけない体じゃなかったら、最初からあんたらの足を引っ張らずに済んだのに。いや、僕たちが選んだことなんだから負い目を感じる必要なんてない。冒険が好きなのは僕たち三人ともだろ。足を引っ張るなんて考えるな。それにそのためにこのエリアの計画を立てたんじゃないか。僕がアイデアを出して、フェルディナンドが体力仕事をして、みんなで見取り図を書き、レールを作る。安全な上、特別な景色だっていっぱい見れる。そうだね、当初はこんなことも言ってたんだ。なんだよ、お前ら仲良しなんじゃないか。偉いぞ。よしてくれ、
今そんな風に言われたら、まるで俺がそう褒められたくて言ったみたいじゃないか。ビュンビュン爆速車、面白かったよ、フェルディナンドお兄ちゃん。本当か。ものすごく速い乗り物をレールに沿って走らせるってアイデアは僕が考えたんだよ。どうやって考えたの？ジローニお兄ちゃんすごい。クレ、もっと面白い爆速車に乗りたくないか？乗りたい。こいつらいきなりクレイのご機嫌取りに夢中になり始めたぞ。クレイ本人にはまだわからないだろうが、子供特有の純粋さっていうのはもともと強い感染力と癒しの力を秘めているもんさ。ねえ、そっちのみんなも一緒に来てよ。乗り物の中の水系原理に手伝ってもらう必要があるんだ。ハットと一緒にチェックしておいたからちゃんと安全だぞ。みんな出発の準備だ。ちょっと待ってくれ。別れる前に一つみんなに送りたいものがある。これは山登り用の縄だ。僕たちはかつてこいつを頼りにいろんな山を登ってたくさんの場所を旅してきたんだ。あれ、じゃあすごく大切な思い出の品なんじゃないか？こんなのオイラたちがもらって本当にいいのかよ。もちろんさ、どうか受け取ってくれ。クレイとみんなのおかげで僕たちは気づくことができた。僕たちは縄なんかよりもずっと大切な見えない絆で結ばれてるってことに。クレイ役に立てた？ああ、大いにね。それってどれくらい？心境の真ん中のあれよりももっと？あれよりもずっとだ。わー、大きくて嬉しい。そうだクレ、心境の外でこういうビュンビュン爆速車を見たことあるかな？見たことないよ、今日初めて乗ったな。そうかそうかそれも仕方ないことだ。なんせ外には終流映写塔がないからね。せっかくの機会だし、この数日は思いっきりビュンビュン爆速車で遊ぼうか、クレ。うん、約束だよ。